ブライトン・デルゼビ監督、三笘残留へ必死の努力。三笘薫獲得乗り出すマンチェスターシティめぐって A メディア、デゼルビ監督は三笘残留へ必死の努力。マンチェスターシティが、日本代表ミッドフィルダーで、プレミアリーグブライトン所属の三笘薫、26をリストアップしていることに対し、英国メディアの、フットボールインサイダーは7日、ブライトンのデゼルビ監督は三笘残留へ必死の努力をするだろう。ブライトンと三笘は25年6月まで契約が残っていると報じた。プレミアは開幕間近で現在、最後の戦力補強に各クラブが水面下で活発に動いている。英国、ザサンは6日に、三笘がマンチェスターシティの獲得リストに上がった。グアルディオラ監督が加入を進めていると見られると伝えている。マンチェスターシティは、サウジアラビアリーグアルアハリンに移籍したアルジェリア代表のサイドアタッカーのリアド・マフレズの抜けたポジションを埋めることが狙いと見られており、移籍金は5000万ポンド、約83億円と言われる。三笘もボイコットしろ。シティへ行かせろと。三笘を移籍させろよ。伊藤はアヤックスに決まるぞ。三笘派シティだマンチェスターユナイテッドだ。この1年活躍しないと来年夏に移籍できないなんてただのリスクだろ。カイセド残留させて三笘は移籍させろ。最高峰のリーグで活躍しても年俸 1.7 億とかサッカーは夢がないな。ピニャトまでストレス溜まるから移籍できるならしてほしい。これな。これ以上ピニャンでイライラしたくないわ。今はこのままブライトンの主力としてチャンピオンズリーグを勝ち取ってほしいわ。だから補強なんとかしてくれ。ドリブル20丸、クロス×パス丸、守備三角、シュート×ビッグクラブのレベルにはまだまだだな。三笘がシティ行ったらバロンドールレベルの活躍するから。今シーズンのブライトンはダメだろ。全く期待できないから逃げとくべき。